名字には、その家系の身分を表すものや、場所を表すものまで、多種多様な意味が込められています。そんな名字ですが、ある噂がさ、囁さかれている名字があるのを、ご存知でしょうか絶対に調べてはいけない名字があるんです。調べてはいけないって、どういうことあるやばい名字を調べると、呪われてしまうと、噂されています。今回は、そんな絶対に調べてはいけない名字や、 由来が怖い漢字昔の身分を表す名字について紹介していきたいと思います。でははじめに、絶対に調べてはいけない、やばい名字、漢字について紹介します。噂では、調べるだけで呪われてしまうことがある、と言われている名字がありますので、この先は怖いことが嫌いな方は、ご注意ください。くれぐれも、本当に調べたりはしないでくださいね。 皆さんは、大若見という名字をご存知でしょうかあまり聞いたことがない名字だね。この名字は、北海道や石川県、大阪府、香川県にこの名前の分布があり、全国でも30名ほどしかいない、かなりレアな名字となっています。ここでは、大若見さんの名字にまつわる恐怖体験を、簡単にですが紹介します。大若見さんは、中学生の頃、クラスの集合写真の撮影があったのですが、 この撮影が後日撮り直しになります。その理由が大赤美さんの顔に黒模様が映っていたからだそうです。その話を父親にすると父親は考え込んで大赤美さんに数珠を渡して再度撮影に臨ませたそうです。そして撮影当日数珠を持って撮影していると数珠が発熱したというのです。その後父親からは大赤美について調べてはならないと教えられたそうです。 しかし、そう言われると調べてみたくなり、ある日苗字について調べてしまったそうです。その後、以下の怪奇現象が身の回りで起きたと言います。引っ越し作業中に、車の上に大きな氷が落ちてきた。夜、目を覚ますと、自分の足元に老婆が、一緒に死んでくれと唱えてきた。亡くなったおじいさんの身辺整理をしに、おじいさんの家に行ったら、扉を開けた瞬間に、黒もやが、 出てきた。また、父親から、大赤身の男は代々早死にする、という話を聞いており、まさに死にそうな体験を、されたようです。最終的に、先ほど紹介した老婆が、自分のひいばばであった、ということがわかり、また、いろんな場面で、自分を守ってくれていた、ということがわかったそうです。ただ、大赤身の男子が短命という呪いは、本当のようで、大赤身さんのひいばばが助けてくれたから、おじいさんもお父さんも、大赤身さんも、 長生きできていますが別の大赤身家では婿養子以外男がいないようです続いて響きが怖い苗字として「目倉」という名前がありますこの名字は全国で10人ほどしかいられない数少ない苗字で主に北海道に分布しているそうです目倉のアクセントは目に入れるそうでそうでないと差別的な表現に聞こえてしまうので注意が必要です うん、言葉の響きが怖いのはわかる気がする。次に紹介する響きが怖い名字が、霊です。この名字の読み方は、見玉と言います。これは、全国に10人ほどしか存在しない、かなりレアな名字であり、霊ではなく、見玉と読むので、読み間違える方も多いのではないかと思います。この名字は、奈良県が、ルーツの名字となっています。続いて、響きが怖い名字として、品津川があります。 鬼滅の刃が好きな方だったら、すぐに、ピン。と来たかもしれませんが、風柱、品津川、サネミに使われている名前です。この名字も、全国で10名ほどしかいない、レアな名字となっています。名前に、死という漢字が使われており、響きが怖い漢字であると言えます。主に、大阪、奈良に、この名字が分布しています。名字に、死が、使われることってなかなかないのではないでしょうか。 ここからは、苗字に使われる怖い漢字について、いくつか紹介していきます。漢字には、人間の生死を表す文字であったり、戦や紛争、処刑などの良くない意味を含んだものがあり、その漢字を含んだ苗字もたくさんあります。ぜひ、皆さんの苗字に使われているか確認してみてください。まず紹介する漢字は、ゴーです。ゴーこれが怖いって、どういうことこの漢字は、実は生き埋めにされた人間を、 表ししててててていいいるると言われれんですす大ききく口ををを開けけ泣き息埋めにされて助姿まこんな意味があるのか。そんなことは知らないで使っていたけど、確かにそんな風にも見えるかも。普段何気なく使っている、この字にも、こんな意味があったのかと思うと、ちょっとゾッとしますよね。次に紹介する漢字が、鳥です。いや、普通に使っている漢字だけど、鳥の何が怖いのかわからんな。 古代の中国では、この漢字の左の部分は耳、またの字は手を表していました。この漢字の意味は、戦争で殺した相手の左耳を切り取ったことを表していると言われているんです。その切り取った耳の数で、自らの武功を表し、競い合っていたと言われています。以前に、身分の高い貴族や、公家の名字について紹介してきました。 概要欄に載せているので、そちらからもご覧ください。それでは今回は逆に、身分の低かった、得た、否認と呼ばれる階層の方は、どんな苗字だったのか、見ていきましょう。そもそも、得たや否認と呼ばれる人たちに、苗字というものがあったのかな得たや、否認の人たちにも、苗字というか、野顔みたいなものはありました。エタ・否認は、江戸時代にできた階級で、身分の高い順に、区家、武士、商人、 百姓得た否認はこの次に当たります主に罪人や罪を犯した人をこの得た否認と呼んだようです。とはいうものの中には川の加工や高い技術を持っているものも多くその技術はとても重宝されたとも伝えられています現在ではそのような階級の制度はなくなっていますが今でも部落という言葉でよくない差別を受けている人がいるそうですそして得た否認で多い苗字というのが 東西南北の方角を表す漢字です。方角を表す名前は数多く存在すると思いますが、もちろん、すべての名字が該当するわけではありません。この方角を表す漢字は、主に川で漁師をしていた、得た、否認に多いそうです。これは、自分が住んでいる場所で、川を目印に、どこにあるかという理由で、名字をつけていたそうです。次に使われていた漢字が、動物を表す漢字です。 代表的な動物の例として、馬や牛が多く、またイノシシやクマもあったようです。川の河口に従事していたことから、このような動物の漢字を使っていたのかもしれないですね。紹介する漢字が、だ、杉、山という漢字です。これは日本人の名字に多く使われる漢字ですが、一部、名前には、得た、否認の人がいるようです。一般の人と見分けがつかないので、得た、 ひにと呼ばれる人からしたら、都合のよい名前になっているようです。ここまで、恐ろしい意味を持つ漢字や、低い身分の人が使っていた苗字を紹介してきました。苗字は、漢字自身であったり、ルーツによって、さまざまな意味を持っていることを知っていただけたのではないかと思います。今回紹介した中に載ってなかった人も、多くいると思うので、自分の苗字のルーツが気になる人は、一度調べてみるのも、いいかもしれませんね。 また家紋についての動画もありますので、そちらもご覧ください。ここまで、この動画を見ていただき、ありがとうございました。この動画が面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価を、お願いします。ではまた。